こんにちは。今日から始める安心着物、着物楽安児玉です。今日は、以前に紳士の、前掛けというのをちょっと動画でアップさせていただいたんですけども、今回は女性ものの、前掛けということで、動画をアップさせていただきたいと思います。で、今回ちょっとご用意させていただいたのが、こんな形の、リバーシブルの前掛けなんですけど、ちょっとここに人形を用意しますけど、男性ものと大きく違うのは、男性はここの腰の部分に加工部位締めてますので、基本的にかなりこうした低い位置で、前掛けをするんですけど、女性の場合は、男性と同じようにやはり帯の上に前掛けをする形になりますので、こうした感じですよね。ちょうど帯留めの下あたりから裾にかけて、前掛けをすることになりますので、ちょっとこう見ていただくと、もう本当裾すれすれになるぐらいの感じで、前掛けをします。基本帯の上にしますから、苦しくないですし、後ろを見ていただくと、こんな感じで、お太鼓とか、半幅でね、吉矢結びなんかしても同じですけど、帯の上にこうして結んでいただくっていう形で、ご利用いただくっていう形になりますね。で、こうした感じでポケットもついてますので、こちらのものは、リバーシブルで作ってありますので、こんな感じで、両面使っていただくことができます。で、こうご覧いただいて分かるように、この前掛けの大きさっていうと、ちょうど、西幅ぐらいの風呂敷の大きさなので、風呂敷に、こうした長い紐をつけていただいて、前掛けとして使っていただくこともできると思います。前にうちのスタッフで、やはりちょっとお気に入りの前掛けにしたいということで、そういう風呂敷の、西幅の生地のもの、西幅っていうと大体、75センチ四方ぐらいのですね、そんなような風呂敷に紐をつけて、前掛けとしてご利用いただくこともできると思います。うちではたまたまこういう綿の、なんていうんですかね、生地屋さんで、作っていただいてる前掛けというのを手にして、入手しましたので、販売もしてますけど、
なかなか今この、女性用の長前掛けというのは、製造されてないので、今お話したように風呂敷に紐をつけるような形で、ご自分でお作りいただいて、使っていただいてもいいと思います。で、風呂敷の場合に、まあ、一番ちょっと避けていただきたいのは、やはりあの前掛けで火を使うところで使いますので、近年はあの河川の風呂敷もありますけど、河川だとやっぱり危ないですので、基本的に綿100の、いわゆるブロード素材みたいな、しっかりしたですね、ちょっとこう紡ぎ織みたいに節が入ったような、風呂敷の生地っていうのがありますので、まあ、そうした風呂敷を使っていただいて、前掛けにしていただくこともいいんじゃないかなというふうに思いまして、本日は、女性用の、長前掛けということで、お話をさせていただきました。この長前掛けが一つあると、着物を着てても、家事仕事もしやすいですし、あの割烹着だと全部覆ってしまうので、着物のこう綺麗さっていうか、をちょっと隠してしまうんですけど、こうした長前掛けですと着物もあの見えますし、帯もこう見せてあげることができるので、まあ、そうしたものを使っていただくのも一つではないかなというふうに思いまして、本日は、紳士物の前掛けに、続きまして、女性用の前掛けということについてお話をさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。